皆さんこんにちは。公益財団法人天ヶ崎市スポーツ振興事業団指導員の万園正也です。元気スマイルキッズ2021の紹介 VTR を見ていただき誠にありがとうございます。ただいまより元気スマイルキッズ2021の概要説明を始めさせていただきます。まず9月20日月曜日に事業説明会及び栄養セミナーを実施いたします。次に10月11月の2ヶ月間において運動サポートを実施いたします。運動サポートは当事業団が開催しておりますスポーツ教室等に無料でご参加していただける内容となっております。そして12月4日土曜日に最後のイベントとして運動セミナー及び栄養相談会を開催いたします。今回の元気スマイルキッズ2021の成果、今後の運動習慣及び食生活に役立てていただける内容をお伝えしようと考えておりますので、ぜひともご参加していただきますようよろしくお願いいたします。それでは運動サポートのイメージムービー及び施設紹介ムービーをご覧ください。
運動サポートにつきましては定員がございますので、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。